去年9月裾野市民文化センターの大ホールで開園前の準備中にスプリンクラーが突然作動し焼津市の楽団シンフォニエッタ静岡の楽器などが水浸しになりました裾野市が設置した事故調査委員会は6月原因は特定できないとする最終報告を市に提出していました楽団はきょう会見で 22年前にスプリンクラーが放出されていたことが明らかになったと発表しました裾野市はこれまで開館からおよそ30年間スプリンクラーの誤作動の事故はなかったとしていました楽団は楽団側と裾野市がそれぞれ外部に委託した調査結果から改めて漏水が原因と主張しましたもう逃げ道がないんですねどれにしてももう 事故であることは確実、裾野市のイメージダウンを止めることに今、一生懸命になっている学団は、市が申し入れた和解金支払い協議には、被害額の全額補償を条件に、応じる姿勢を示しています。